FM93.0 AM1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様どうも、中川家のレイジでございます。剛です。今週も始まりました、中川家 The Radio Show。 今から3時30分までの生放送でございます。お願いします。お願いいたします。もう寒くなりましたね、今日から急にね。寒いですよ、本当に早く過ぎないですかね、この寒いのがね。しばらく続く、2月はもうずっと寒いで、多分、ね、本当にね、寒いですけど、寒い中ね、本当に、いやー寒いですね。寒いですわ。先週は間に合いましたか。あ、大阪ね、間に合いましたね。エンディングね、地下、あ、駐車場ね、1階の駐車場から猫と私と、はい、スマートフォンっていう、ね、うん、イベント、そう、猫のね、画像を見るだけのイベントなんですけど、盛り上がりました。盛り上がりました。結構配信見た人とかね。あ、配信もやりましたわ。やって、そうそうそう、メールくれてます。この方、つくば市のゆうこさん、はい、仕事で見始めるのが遅くなってしまい、30分以上経過した途中から見たんですが、スタートしてうつむいた皆さんが疲れた表情でずっとスマホをいじってるだけの、そうですね、まるでフリーズしてるかの映像、もう可愛い猫のネタ切れと、少しがっかりしたんですが、そこでまさかの展開。徳井さんがきっかけで久保田さん暴走し、剛さんのみんな猫やぞが不利になり、どんどん出てくる猫じゃない写真。もう最高すぎました。気がつくと家族全員でノートパソコンを覗き込んでゲラゲラ笑ってました。また次回も配信よろしくお願いします。関係ないね、写真も。もう猫関係ない写真。ほら、芸人でよくあるでしょ、あの、うん、よくぶっ潰れて、ね、もう飽きてくるやつ。はい。もうええかってやつね。もう猫関係なくてええかみたいな写真を出したりね、してましたわ。な、見に行った人とかもね、みんなそれがもうびっくりして。もうなんかもう、写真フォルダの大喜利イベントっていうね、感じで。そうですね。やってたよね、この方、のんきなのんさん。そんなことをやってまして。間に合わない。4分前でしたっけ。そうですね。着いたんで。NGK の袖に。新大阪着いたら、新大阪のタクシー乗り場が今度混んでんね。ほんで、あの、大荷物。はいはい。持って、ほら、で、タクシーが2台止まんねん。うん、だもう1台の方乗ったらええのに乗らへんねん。あ、腹立つね、あれ見てたらもう、乗れよ、後ろ、ええねん乗って。だ、新大阪でね、乗ったことある人分かる思いますけど。2台ずつ来んねん、タクシー。そう、2台ずつ来てね。ほんで、2台目後ろ来たらそれ乗ればええ。乗れ、待ってんねん。目の前車で。もう車で。イラする。だ、新幹線は間に合ってもね。だ、もう、うん、何人かもう、うん、サーフボードみたいな、スノーボード、ボードみたいな持ってる人おるか、もう、もたもた、もうタクシーに突っ込むのに、もう縦に入れたり、斜めに入れたりとかな。はい、あれがなかったらもうちょっと早くついてたんですけど。腹立つね、あれ。あそこね、あそこいっぱいになるともうね、時間、係員の人がおらんから、今。もう。ね、昔はおったからね、どんどん乗りゃええやんが、もう、腹立つね。で、また、外国人の人やから、また通じひんからさ。ああ、また言葉がね。大荷物、なんとかならんかな。ね、タクシーが、ちょっと後ろがボンと大きくなって乗りやすくはなったもののね。はいはいはい。まさかスノーボードを持ってる人がおるとは思えんもんね。あれやっぱ冬やから。そうやね。スノーボードね。西に何しに来んのかな、スキー。と思うんですけど、まあそんな感じでね、やってましたけども。で、4分前へ着いたもん。始まる。そうですね。4分前ですね。そのままスマホ持って出て行きましたけど。うわ、まあそんなイベントでしたけどもね、楽しかったです。はい。猫のイベントでした。猫のイベントやもんね。はい。猫のイベントやもんね。そうですよね。でもそうやって崩れていくよね。もうしょうがないよね、こればっかりはね。そうなんですよ。関係なくなってくるんですよね。一回ね、そっちで受け出すと。面白写真を見せたいってなってくるんですよね。ああ、そう。多分普通のあれ、俳優さんやったら猫のイベントやから、もう猫の写真を真面目に一枚一枚、ちゃんと整理して見せるんでしょうけどね。もうええ加減なもんですわ、芸人は。普通の家の写真とかそういうことね。だからくつろいでるとき、ね。くつろいでるときのね。おっさんのどうしようもない顔の写真とか。でも面白かったですよ、そういう。あ、盛り上がって、それはそれで。だから、改めてあんだけ死んでるんですよね、普段の顔って。みんな芸人ってね。あ、みんなそう意識してないよな。死んでんねん、顔。最低の顔です。
もう何にも仕事してへん人みたいな顔をしてますから、そういう写真。猫をメインに撮ってるらしくて、うん、その後ろに写ってる自分はあんま関係ないというか。なるほど、なるほど。ほんならもう完全気抜いてるっていう。気抜いてる顔が面白いんですよ、それが意外とね。なるほど。まあ普段出るときはどれだけ切り替えて、顔もくっと変わってるかっていうのが。大画面でね、それを見るから余計面白かったっていう。NGK やからね。NGK やからね。でかいもんね、ほんまに。いや、こないだなんかドキュメントみたいなの見ててね。はい。80過ぎた老夫婦でね。うん。お父さんがまだ仕事してんねん。お配達の。80で。80過ぎて、うん。トラック乗ってんのよ。うん。で、お母さんがね、うん、その、お父さんが帰ってくるかどうか、そわそわしてんのよ。うん、うん。で、インタビュアーみたいなのって、お母さん何そわそわしてるんですかって心配やから。あ、もう80も過ぎてトラック乗ってるから、うん、うちのお父さんは、はい、今日ほんでちょっと遅れてんの帰ってくるのが遅いからな、うんうんうん、あ、そう心配ですよね、うん、とお父さんにそういうふうに言えばいいじゃないですか、もうそろそろトラック乗るのは、うん、って、いやいやいや、うん、そんな言うともうお父さんに怒られるって、あの、なんなんあの年代のなんで怒られんのお父さん。よう言うな。よう言うやろ。よう言う、よう言う。お父さん心配やから、もうそろそろトラック乗んのやめたらって、言えばええやん。言えばええ、言えばええ。ほんで、悪いことちゃうやん。そうそう。ええことやん。どっちかというと、心配事で。いや、いいや。もうこんなこと言ったら怒られるわ。お父さん。よう言うよ。何を怒られんねん、あの年代。おばちゃん、絶対言うな、おばあちゃんとかな。すごい、すごい引いてるよね、あの年代の女の人って。ああ、まあ旦那さんを立てて。立ててね。そう、確かに。もう、時代にそぐわないんですけどね。うん。だから、うちの親、お母なんかでも、うん、たまに電話したらね。うんうん、あんたは、お年玉送るわ。孫に、ああ、そうかいな、うん、もう、こんなんもお年玉送るとか言ってお父さん怒られるわ。なんで怒られんねん。また出た、お父さん怒られるわ。怒られるわ。いや、確かに言うな。言うやろ。言うわ。言う。何回も聞いてるわ、それ。そうやろ。気づかんかった、それ。いや、ほんで、心配やからな。もう、そっち行こうか、言うて。いらんこと言うね。後ろから俺。なんで怒ってんの意味が分かれへんね、あの年代の人らの。いや、ほんまにね、話は通じひんよ、ほんまに。尽くすよね、あの昔の女の人って。そうね、不思議や。そのお父さんが配達から帰ってきたら、もう、こう、椅子まで用意してね。あら、すごいね。お父さん、ここ座りみたいな、うん。お父さん、大丈夫、タオル持ってこうか、うん、いやことですね。うわ、なんでやねん。なんでやねん。もう完全に甘えてるね。もうその優しさに。そう。昔の男は。もう腹立ってきてね、見てて。うん、偉そうに。ものすごい偉そうに。確かにそうや。それはもう私なんか嫁いできて、もう、嫁、いできてね、30分後にもう仕事してたわって思い、もうないんや。あ、もう、じゃあ、そういう新婚生活。ない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 。あのね、嫁いできまして、今日からよろしくお願いします。30分後にね、もう仕事させられました。朝6時から。ひど。それをね、もう60年やってます、やって。うわな、お父さん。うん。もう。なんやね。腹立つわ、あの会話。もううちの親父とそっくりやと思って。いやまあ、そうね、あの、年代やな。うん、あので、親父、あの、大阪やからね、うんうん、うちのとこ親父はね、うんうん、今度東京行く子そっち行くわって、うん、あ、そうかいな、うん、ほんだら新幹線のチケットと、うんうん、まあ、時間指定で取って、うんうんうん、で新大阪まで行くタクシーも、うん、予約して、うん、そっちの家に前、うん、えいらんことすな、なんで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 もうこっちでやって行くわ、車で、車、いや、もう車で怖いからな。新幹線乗って、そんなんもう新幹線なんか用のらんわ。なんでやねん。理由がないね。なんで。で、奥で、おかんが、うん、もう私も新幹線乗ってみたいわ、はいって、乗ったことないから。なんそんなん乗ってどないすんねん。ああ、始まった、始まった。いや、ほんまに。
腹立つね。そんな特殊でもないねんな、だから。ちっちゃい時ね、うん、言うこと聞かん言って、どついとれたくせにね、うんうん。今はもう親父が言うこと聞かないんですよ。全くこっちの言うこと聞かへんの。いや、聞かん。確かに。ね。もう家持ってあれしたらどうやとか言って。ねえ、いらんつ、いらんでいいめ。もうな、家の方も古くな、どっかほんなら、直そうかみたいな、うんうん。いらんこと言うな。うわ、うわ、後ろから。なんでいらんことやねん。あー、腹立つ。あの年代全部そうなんすかね。せやろ、お前、中止とお前、レイジが、あんたが喋ったんやないのっていうのもあるしな、よ、後ろから。あんたが言って。お父さん、帰ろうか言いたいことあるんやったら。あー、もういい。もうあるやろ、言いたい。もう腹立つね。一筋縄でいかへんね。いかんね、ほんまに。どうなんでしょうね。みんなのお父さん。うん、僕んとこは、うん、親父が81、うん、2ですけどね、うん。その年代の人らみんなそうなんでしょうかね。ねえ、いや、ほんまに。よく尽くすと思うわ。いやそうね、確かにね、もう今の時代と絶対ないけど、そんなね、夫婦関係よくぶん殴ってましたもんね、母親を。母親が吹っ飛んでいくのよく見てましたよ、僕。リアクション来てますよ、これ。来てますか。この方は、はい、ラジオネーム、きよちゃん、うん。老夫婦に文句を言っている剛さんとレイさん、うん。お家ではちゃんとしてますか？食べた食器の片付け。うん、洗濯のお風呂掃除など、はい、洗濯やお風呂掃除、はい、たまにやったりありがとうと言ってますか、うん、これは僕風呂掃除はもう、うん、趣味何やったら趣味ですよ。おじゃあご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 、うん、何もでもやります。あ、溜まった毛取ったりそのスカッとするもんね。あ、排水のとこな、うん、玄関ちょっとケルフィアでわーっとやったり。好きやな、ケルフィア。ケルフィア好きですね。地面ちょっと綺麗にしたりとかね。あ、別にそんなん別に苦じゃないし。コロコロやったりね。ああ、なるほど。あかんの、俺ちょっと。ね、猫の背中にコロコロやってくる。ああって言われたりとか。あかんやろ、それ。掃除はしますけどね。ありがとうとかね。ありがとうも言いますよ、ちゃんと。うん。うん、言う言う。確かに。これはもう言う。あ、もう、おんのかな、俺と同じ年ぐらいのやつね。何しろや、お前。とか。あ、おるんちゃう？おるかな、50ぐらいで。まあ、今夫婦の関係ってどんな感じなんでしょう、うん、40、50代の人で。ああ、お前あれやっとけよとか、そんなん言うんかな、うん、奥さんに。言うてるし、そんな言わへんかな。でもたまにほら。よう言わんで。ねえ。嫁に、うん。1000円ちょうだいって言うだけで俺、2時間半ぐらいかかる。昔、昔。確かにな。何使うのって言われる。俺も、いまだに、いや、何っちゃうわけやないんやけれども。1000円で。けれども、言うて。天井見て、目合わさんと。え？うん。2000円やったらあれやから、1万円渡しとこうかって言われて、すっごい嬉しいねんけど、うんうん、その嬉しさを顔に出さず。あ、そうか、1万円持っといた方がいいかー。いいかーじゃないのよ。欲しいくせに。あれ、なんで緊張すんねんのね。なんやろうね、別に自分が稼いだ金やからね、うん、とは思うんやけどね、別に何でもいいんですけどね。財布開けてため息っていうとこから僕は入っていきますけど、財布開けて、え、何それの、何アピールしてる、アピールしてる、どうしたのを待ってる、待ってる、ただどうしたのって一個も言わへん時あるから、もう財布を置いたり自分の胸に置いたり、もういい、あちこちやって財布を、あと見えるとこにちょっと置いたりとか、やったりするよ、もう財布。まあ昔の話ですけどね。まあ昔の、ね、そういう。でもドキドキするやろ、今でも。今でもしますね。なんやろうね、ああいう、なんか。あかん、もう1000円しかないわ、思って。ちょっと、こんなお前な、中学生でももっと持ってんで。シーン。シーンやろ。言わへんから。ちゃんと言ってっていうことやろ、女の人からです。うろ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 してね。ほんまに。疑うときはもんね、どこ行ってんの金とか思うときはもんね、ほんまに。黙って通帳見るときとかあんのか。こそこそ。いや、ほんとほんと。ああいう場面、うん、たまに見ますよね、テレビとかでも、ね。ああね。でも昔の人ってほら、お見合い結婚とか多いでしょ。うん、なんか、うん、ちょっとこう汚れたら、
お母さんがすぐタオル取ってくるとかさ、お父さん風呂入ったらもうパンツと下着用意するとか、うん、そんなんやってんやろか今って。いや、そんななんか若い夫婦で、うん、若い夫婦で30代、あのお風呂の前にパンツとシャツドンと置いてあるとか、そういう、おいパンツは、おうちの親父もよう風呂上がり、おいパンツは言ってたな。今考えられんよな、あんな、ほんま。俺、あの、ちっちゃいとか俺、なんだんの自分で息を思ってたけどね。で、パンツ履いたら履いたで、またき、もうふ、履き古した、もうおむつみたいなパンツ履いてやな。親父の背中見ながら、こら、モテんで、この親父。ヨレヨレのパンツな。お父さんのおーってか、マジックでね、おーって書いてるんですよ、パンツ。おい、おい、おめえ、表に書くな、裏に書いてけよ、おめえ、会社で恥ずかしいやないか、言って。パンツ一緒くたんやったからね、子供と。靴下も一緒くたんやったからね。靴下もまた今みたいなね、綺麗な靴下なんかなかったから。そんな偉そうに言ってる親父やけど、毎朝5時に起きてな、ええ、もう一人でご飯食べて出かける姿とか見てたやんか、今思ったら。あ、見てましたね、朝5時ぐらいに出て行ってましたね、うん、絶対お茶かけてくれてたやんか、もう何急いでんのか知らんけど。食べてましたねで、ま、毎日5時半に帰ってきては、よかったね、うん、でなんかアテとビールでしたね。で俺ら小学校で、うん、夕方帰ってきて飲んでたからね、うん、ビール普通に喉乾いた言ってね。そうそう、怒らんかったよ、怒らんかった、おい飲めって言ってた。そう、うん、なあ、ビールいっぱい駆けつけいっぱい飲んでたもん俺帰ってきてご飯前に、うん、小学校2年生ぐらいやったんじゃん。そう、親戚のおっさんとかも近所のおっさんとか、うん、おい飲め言って、あのね、酒屋の前と立ち飲み屋のね、うん、酒屋の前通ったら捕まったわ、うん、おお、あで近所のおっちゃんに、うん、これ持って帰れみたいなねあったな。カウンターが高いからね、見えへんねんけど、うんうんうん、パッとあの下にね、うん、こうやってお菓子みたいなね、うん、あのイカのね、あの甘いやつね、あそうそう、甘たい串に刺さったやつねよく知らんおっさんにもらいましたけどね。もうそういうのもないんでしょうね。ないよな、なんかチョコレートもうたりとかな、うん、ほんまに。そうそう、だから、うん、昨日もそういうなんかテレビやってるんけど、うん、もうトゲ刺さったとかそんな子供なんやろ、遊んでて。ほんまやな、すりむいてる子供とか、はあ、おらんかもしれんな。うん、左回りに走、ただただ公園を走り回ってる。あれ左回りらしいで。なんで？そういうなんか、人間の。本能？本能やねんて。左回りで走ってんって子供って追っかけるとき。あ、そうか。うん、そういう本能らしいわ。あ、右じゃないね、左なんや。うん、なぜか知らんけど。でそっから、さりげなく鬼ごっこが始まって、うんうん、で、かくれんぼ、うんうん、で、小休憩の駄菓子屋があって、うんうんうん、夕方までまた遊んで、うんうん、で、お家帰るみたいな、うんうん、そういう冬休み、夏休みは今の子供は過ごしてないんかな。ないわね。公園におれへんもん、うん、人。で、みんなで、うん、よし、ちょっと遊ぶのやめて、駄菓子屋行くぞ、言ってみんなでわーって走って行って、で、何にも買われへんっていう、俺だけ。他のメンバーみんななんか買ってるみたいな。俺は別に欲しくないみたいな顔して。あれが辛い。あれが辛い。あの瞬間がね。欲しくないという顔せなあかんのが辛いね。で、みんなコーラとか飲んでるんですよ、店先で。ゴボ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 言うて。俺はもう何も飲まず。それを見ているとかそういうね。あとはこうゲームセンター行って、うん、ゲームの後ろで何人かでみんなそのゲームをやらず、はい、ただただ人がやってるやつ見るとかそういうことは、なんかちょっと古びた空き家に忍び込むとか、うん、そういう遊びはもうないんですね。入ったら怒られるもんね、今空き家なんか入ったら。昔はもうガンガン入ってましたよね。ガンガン入ったね、ほんまにね。まあまあ楽しかったっちゃ楽しかったけどな、ほんまに。そうね。そんなないでしょうね、今の子供にね。この方は、ペニマル、ベニマルさん。はい。我が家は偉そうにするどころか、うん、妻や娘から散歩行くの、じゃあアイス買ってきて、バニラ系とよくパシられます。長家の二人はさすがにこういうことないですか？あるよ、俺。あ、頼まれんの？よくアイス買いに行かされた子供にね。アイス買ってきて、って言って。
でバーっとこうジョギングなんか行って帰ってくるときに、うん、バーっと帰ってきて、ほら、うん、これあのガリガリ君に、ガリガリ君じゃない、うん、スイカバーって言ったのにって、いや言うてへんやん言うて言いながらそういうの買ってきましたね。別買うか、子供に言われるもんは別にやりましたよちっちゃい時、うん、ね。この方け、マロさん、うん、結婚18年、小遣いは毎月1万5千円です。はい。剛さんは毎週プロントのコーヒーを、うん、苦労してもらったお小遣いで買ってるんですね。まあ、いや、苦労したお小遣いではない。別に、小遣い制ではないんでね。1万5千円やって、結婚18年で。いや、でもそんなんやろ。1万5千、あ、タバコ吸わんかったら多分、いけん。いや、もう、まあ、これ1万5千円って お昼代も入ってるのかな。もちろん。入ってるよ。お昼。これだって吉野家やっても、これ無理やで。ギリギリやで。だから、お弁当持っていくとか。コーヒー飲みに行くとかはもう、持ってのほうがやな、1万5000円やったな。ね、今、コーヒーも、な、別にそんなに。これさ、うん、ここも改善せえへんよね。改善。奥さんが財布を握るっていうのが、ここを改善せえへんよね、うん、なかなか。あ、これはそうか。昔の時代から、そんな大して変われへんか。ここは、うん、あの、なんか、新しい言葉できるのかな。これは、セクハラとか、パワハラとか、うん、奥さんが財布を握ること。握り腹。ここは変われへん、ね。変われへんな。うん。この方、ハンライスおかわりさん。はい。私の祖父は、83、うん、83ですが、毎日自転車で散歩に行くと、行くそうです。うん、うちと一緒ですね。はい、いい加減危ないので、毎日に行くのやめたらと、うん、祖母と両親に言ったのですが、うんうん、そんなん言うたら怒られるわけがやっぱりな。なんで怒られなんやろ。だから俺らちっちゃい時はうちのおじいさんおばあさんおって、うんうん、でおじいさんが、うん、夜中3時頃起きて、うん、日本酒飲むのよ。ああそうやったか。で俺ちっちゃい時薄めで見てて、うん、おばあちゃんに、おばあちゃん、うん、おじいちゃん酒飲んでるよって言うたら、うんうん、やめとき、怒られるって、うん、怒られるってないんだからいや怒られるというそのキラーワード、おばあちゃんも気づいてるって言ってた何が怒られんねやろ、あれ何なんやろ怒られるってこの方キャリアウーマンの同僚さん、はい、うちの母はビールがないと父が言えば、うん、すぐに黙ってビールを買いに行くような母です。買いに行くんや。中明のお二人は自宅に食べたいもの、飲みたいものがないときは自分で買いに行きますか、うん、自分で行きます。行きます。もちろん。その方が早い。うん。そう。で、行きます。んで、他なんかないかって言うよ。うん、みんな聞いて。聞いて、ね、何気なく。うん。うん。そうそうそう。なんか甘いもんとか、うん、辛いもん、お菓子、うん、ジュース、うん、なんか色もある言って、もう自分で行きますよ、僕。あ、そうね。まあそこは行くか。そこは行くな。うん。だってうちのおかんが言ってたもんね、僕がまだ生まれて1歳の時に酒がない言うて、うんうん、夜中の2時頃買ってこいってお父さんに言われて、お母さんもう酒屋のシャッター叩いて、そんなことあるコンビニがないしな当時は。ほんで俺が泣いててんて、うん、まだ6ヶ月ぐらいの時、はいはいはい、夜泣きで、うん、で、おかんがこう、よしよしってやってるやんか。うん、うん、やうんやって泣くやん。うん、で、親父なんて言うたと思う？何？外へ出せ、外へ出せ、外へって。じゃがましいやって。もう。俺、子供やで。しかも、半年の子供にさ、俺、信じられん。この間聞いた話やけど。昭和が過ぎるわ。そんなんあんた知らんやで。いや、それ知らんで、半年やねんから。そんなん俺今聞いたことないで。半年の赤ちゃん泣いてる。うるさい！外へやれ外へって。今、育休取る時代やで、男性も。ほんまに。むちゃくちゃやな、こう考えたら、うちの親父、改めてまたそうやって聞くと。この方、ピンチョス犬王さん。うん、私も強さんと同じで、うん、妻に何かをお願いするときにはめちゃくちゃ緊張します。うん、はって言われたら、あ、ええねえねえ、大丈夫大丈夫と言ってしまいます。絶対大丈夫ちゃうやん。絶対大丈夫ちゃうやん、ほんまに。あれ。何の関門なんでしょうね、あれ。なんやろうなあと、勝手に家、夜帰ってきて、友達連れてきたとかしてたやろ、親父とかでも平気で。あの、狭い家にね。家に。よ、あるやん、その急に来て。知らんおっさんの横で晩ご飯食べたりしてたからね、俺なんて。そう。
ほんでね、昔の女性やったら、いや、急にプライドも出すもんないわ、困るわ、やもん。困るわ、で、おかんなんか一生懸命作ってたよ。やって、すぐちくわ切ってきゅうり中入れてんだよ、すぐ。とっくり持ってうろうろしてたよ、おかん。してたな。だから、そう、な、よくできた嫁さんなのか、なんなのか。ねえ。だから女性からしたら、同じ女性としてはそんなことをしてる人おったらされたら困るのかな。しかも予定なしやからね。そう。予定なしで親父、うん、自分の友達連れてきて。そう、一本でやもんね。しかも四五人連れてきて。うんうん。しかももうみんな酔ってて、みたいな夜中。すいませんねって言うわけでもなくて、ね。今そんなん通用すんのかな。そんなしてる人おんねやろか、昭和を走ってる。まあ、おったら尊敬するけどね、ちょっとね、見てみたいっていうのもあるしね。そういう男の人おったら、昭和な。おいみたいなのあんのかな。俺、おいなんか言わへんで。言わへんな。俺、お前も言わへんもんな。言う？お前、お前。おもう言わへん。お前も言わへん、そんな。おいも言わへん。言わへんよな。まあまあ、怒って喧嘩になった時はなんかそんな口調になったりするかもしれんけど。ほんで、またさっきの話じゃないけど、うん、あの、お父さん言って、うん、その、老夫婦な、はい。お父さんこんだけ、ね、うん、お母さんも、お母さんも体悪いねやんか。一生懸命ご飯作んねや。お父さん帰ってくるから、言って。お父さん美味しいって言わないんですかみたいな、うん。若い AD みたいなのが聞くのよ。はいはい、え、うん、別に、まずかったら言うけど、美味しいから別に何も言わへん。もういや、まずかったら言うで、そら。うわぁ。美味しいんやから別にそれ言わんでやろ、みたいな。言うてやってくれ。せやね、お父さんやって、お母さん。まあ、なんと優しい太陽のような。太陽のような奥さん。もう、お父さんが心配。よかったなぁ、言うて。うん、もう今日も帰ってこれてお父さんな、毎日感謝やな、うん、お父さんって肩ポンポンってやったら、やめ、うん、ウェイってやる。うわ、うわ。もう、もう絶対怒る、俺も、息子やったら。腹立つやろ、言いながら俺も、それしっかりビデオ撮ってみてしまいましたけど。昔の夫婦って面白いなと思って。そう、ああやって、おいとか言うのに一緒におんねんからな。そうそうそう。お互いね。お互い、まあ、そうやねんな。せや、お母さんに感謝するとこありますかみたいな。あ、また。うん、そら、お前、うん。お前。うん。こいつ。こいつこいつがおらんかったら、ここまで俺もこれ続いてへんわな。まあね、口調はきついけどね、優しい。お母さんが斜め後ろで、うん、うん、うんってただうなずくだけで。ああ、いや、よくできたお母さんね、もう、まあうん、あんなお母さん亡くなったらもう、何にもできへんね、あのお父さん多分。お子さんいてはんの、そこの家は。多分いてると思うねん。あ、まあ、そこまでは、深掘りはしてなかったんですけどね。なるほどね。新日本不動機という番組の、うん、でやってた。NHK ですか ?NHK のね。いい番組やるな。あの、すごい面白かったですね。やるな、いい番組やるな。うん。やっぱり。いや、面白かったです。もしかしたらお母さんちょっと後ろに立ってんの後ろに立ってる。斜め後ろに。台所のとこを見た。聞かれた時だけ出てくるみたいな。はぁ、あとお父さんに全部促す。ね、お父さんが。はぁ、うん。全部お父さんやから、うちは。みたいな。お父さんのおかげでこうやって、うん、みたいな。もう若い時からそういう時代やったよね。で、そうやって多分そのお母さんも教えられてたよね。そうやって、ああ、嫁に行くんやったら。そうそうそう。なるほど。旦那さんにちゃんとついて言うこと聞きなさいよっていう、うん、ね、感じやったんやもんな、ほんまに。いや、すごいですわ。にしても、そのまあ、おっちゃんもすごいけど、うちの親父、改めて聞いたらやっぱひどいな。ひどい。ほんまにそのことを言うのよ。うんうん、うん。あんまそんな偉そうにとか、言うたら、うん、あかんで、そんなのおかんも体は悪いんやから、うん、みたいな、うんうん。お前誰に言うてんねんって、まだかかってこようとするからな。よう分からへんねん。普通やったら、ああ、分かった、ありがとう、ありがとうでね、ええねんけどな、なかなかな。この方 X で、タロちゃん、うん。はい。うちも中揚さんと似たり寄ったりの父親でした。うん。それがコンプレックスすぎて、いろいろこじじらせてきましたが、はい、放送聞いて吹っ切れましたやって。おやっぱいるんですね。あ、言ってた。言ってたわ。だから僕らの年代のお父さんなんか全部こんなんじゃないですか、うん、ああ、まあまあ、そうやね。あと、うん、もう、言葉がひどい。うん、言うことがひどい。ひどい。例えがひどい。こんなもん俺が覚えてんのが修学旅行ですね。うん。お父さん、あれとこれとこれとこれと行く、いるねんけど、修学旅行行くのに。うんうん、え、うん、
なんでそんなもの持っていくねん、うん、もうそれやったら修学旅行なんか行くな。うわうわひどい。そら半年の俺も12歳の心のめったぎりやん気持ちを。そら半年の子供外連れて行け外って言うわな。泣いててひどない。何にも変わってへんな。だからほんまにね、うちの父親もね、ほんまに。ちょっとね、今度久々に電話してみようかな、まだ。喧嘩になるかもしれんけど。今電話してもいいんですけどね。大丈夫、生放送やって怖いわ。もうこれが一番怖い。なんもよ、もう、なんか何でも言えねえ。おーでもあーでも言えねえけど、うんうん、余計なこと発せんといてほしい。特に、このご時世、今。そうですね。うちの親父はちょっと危険。うん、あの件何々どうなってんねんとか聞いてくるやんか。うち父親。いや、そんなんはええねん、別に。ただほら、放送できへん、ね。言葉を発するからさ。でっかい声で。せやねん。これをまた改めてじゃあ電話するって言うたら構えるからおもろないねんな。うちの父親なんかもな、やっぱり、ね。あ、突然やっぱ電話せんとね。そうそうそう。YouTube なんかじゃたまにこうやったりしますけど。まあラジオが録音やったらまあ、まあ、電話大丈夫なんですけど、ね。もう完全もう生放送でスペシャルウィーク期間なんで。今テレ、うちの親父テレビ見て文句言ってる頃でしょうね、この時間ちょうど。かもしれんね。昼ご飯食べ終わって。食べ終わって。まあ、もし機会があればね、また声なんか聞いていただけたらなと思います。はい、さあ、2時間30分の生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready?The Radio Show! どうもこんにちは、ザ・ラジオショー金曜日、中川家のレイジでございます。寿司です。さあ、このザ・ラジオショー笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日はナイツと曜日替わりのパートナー、土曜日はサンドウィッチマン、そして金曜日我々中川家とパートナーはこの方でございます。日本放送東島由里です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうでした、東島さん、ここのお父さんっていうのは どんな感じの。うちの父はそのオラオラの世代ではないんですけど、はい、あの神妙にしてますけど、ただあのやっぱ言葉がうまく美味しいとかそういうのが出ないので、それはあの娘が指導しました、はい、あ、お父さんは何が美味しいのか、どう美味しいのかちゃんと言わなきゃよって言って。さすが娘娘は言うんやね。最近下手なりに頑張ってるみたいですよ。あ、いろいろその一応表現をしてるという。そうです、ごい、ね、なんかそう、うん、テーブルのとこお父さんが座って、はい、おいみたいなのありました。あ、うちはないですね、はい、うん、はい、どっちかっていうとやっぱり言うこと聞くタイプの父でそういう人もいて、はい、買い物でもウキウキしながら行くんですけど、余計なものを買ってくるのがすごく怒られて、はい、おやつが多いって言って、なるほどね、よく見るやつ、スーパーでね、そうですね、そう、缶ビール6本入れるやつポンって入れて、そのまま奥さんがポンって返すみたいな。そうです、いらないいらない、いらないね。頑張って料理もするんですけど、はい、なんか変なスパイスとか買ってくる。あの本格的にね、男はやろう、真面目に作ろうとするから。隠し味大好き、ほんとに。なるほどね。でそういうことするとお母さんがちょっともういいよ、はい、そういうのって片付けないしね。片付けやるだけやってね。でもお弁当ももう自分で詰めてますしね。おお、すごいですね。時代ですかね。素晴らしいですね。はい、いやすごいな。かわいそうな部分もあるんですけどね。お父さんも確かにそうやねんけどね。お父さんの悲哀ってありますよね。どこそこ行こうって言ってね、うん、せやなって言ったら、うん、せやなってお父さん行かへんでって言われた。あの切ないこと。誕生日と父の日は忘れ去られる。そういうのもあるからね、切ないとこもありますけど。さあ、金曜日はリスナーの皆さんにメールで参加していただきます。今日のメールテーマこちら、師匠の話。はい、
さあ本日は笑福亭鶴瓶師匠がゲストということで、リスナーの皆さんに師匠の話でメールを募集したいと思います。身近にいる師匠の話、師匠がすごい話、何でも OK でございます。まあ芸人さんじゃなきゃね、仕事してたらその人の上司の話とかね、そういうのでも結構なんでね、リスナーの皆さんから師匠の話メール、そして X でお待ちしております。メールの方は ngk@1242.com、 中川家の頭文字 ngk@1242.com まで。メッセージを読まれた方全員に番組オリジナルステッカー4種類からランダムで1枚とザ・ラジオショーのロゴ入りのサインペンをセットにしてプレゼントします、はいはい。さらに今日はスペシャルなんです、はい、メールをくださった方の中から抽選で10名様に日本橋千引屋総本店の収穫の恵みプレミアムフルーツジュース3本化粧箱入り、はい、こちらを10名の方にプレゼントします。太っ腹。いやこれ自分ではなかなか、そうです、ね、手が出ないから、ね、手が出ないですね、嬉しいですね。ぜひ住所とお名前、電話番号を忘れずに書いてメールでくださいね、はい。X をお使いの方はハッシュタグ中川家ラジオショーをつけてつぶやいてください。この番組インスタグラムのアカウントもありますので、ぜひ探してフォローしてくださいね、はい。今日は2時台には笑福亭鶴瓶師匠が生登場です、はいはい。さあ中川家ザラジオショー、東京有楽町の日本放送からこの後3時30分まで生放送です。クレジットカードのリボ払いにも過払い金があります。なぜならキャッシングのリボ払いのお支払い時に利息を払いすぎているからです。現在対象者に返金されています。あなたが対象か中央事務所でご確認を。 0120-10-10-10 代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。氷川きよしです。僕は金服、僕の金服、日本の明太子。僕の明太子、金福の明太子。はい、ガリバーです。まだ売るか決めてないんですけど、僕の車の値段って電話でわかるんですか？はい、車種と年式、走行距離でおおよその値段がわかります。まだ売るか決めてない方も 0120-66-4747 ガリバーへ。精力剤の赤ひげ薬局、精力減退早漏にヘアグロン、塗って効きますヘアグロン、新宿東口 0120-450-655 赤ひげ薬局。ヘアグロンは第一類医薬品です。薬剤師の説明を受け、使用上の注意をよく読んでお使いください。はい、ここで中央事務所に電話をして過払い金を受け取った70代男性、自営業の方からの感想をご紹介します。キャッシングの過払い金なんて当時数十万円しか借りていなかった私にあるはずないと思っていました。それでも月末の生活費の支払いがちょっと厳しくなってきて電話を、そしたら30万円ほどの現金が入金されたんです。一本の電話から予定になかったお小遣いをスマートに手にすることができました。勝手に壁を作っていましたが、小遣い稼ぎ程度の軽い気持ちで電話するのもありですね。このように少額のキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10-10。また薄い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000 番、70-7000 番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。日本放送ショーアップナイタープロ野球キャンプレポート。さあ2月
に入りまして、はい、急春到来です。昨日だね、はい、はい、この時間は日本放送大泉健太アナウンサーに現在沖縄で行われている阪神のキャンプ情報を中心に伝えてもらいましょう、はい、大泉さん、はい、こんにちは、よろしくお願いします。阪神のキャンプ地宜野座村に今来ているんですけれども、はい、あの今日もですね、真夏のような青空広がってまして、はい、今の気温がなんと25度、午前中だけでも私ペットボトルの水3本飲んでしまいまして、いや東京とだいぶ気温差があるんで、東京今5度ですけどね、はい、これ私今半袖でリポートしてるんですけども、はい、それぐらい暑い沖縄ということなんですが、はい、タイガースの注目2年目の森下翔太選手、はい、今日もですねバッティング練習で右へ左へ鋭い打球を飛ばしていたんですが、うん、今日実は侍ジャパンの井端監督が午前中視察に訪れてまして、はい、あの来月ヨーロッパ代表との強化試合が侍ジャパンあるので、うん、その代表メンバーを絞り込んでいる最中なんですね、うん、なるほど。でその井端監督が期待の選手として唯一名前を挙げたのがこの森下と、うん、あの去年の秋の日本シリーズでも一振りでチームの雰囲気を変えてくれたし短期決戦では間違いなく必要な選手だと思いますと、はい、あの井端監督絶大な信頼を寄せていました。あの非常にですね守備もキレのある動きを見せてましたし笑顔で、うん、調整していましたので、はい、今年の飛躍がますます楽しみだなという感じがしましたね。なるほど、はい、まあね、去年大活躍でしたからね。そうですね、そうなんですよ、勝負どころでいいバッティングしてましたから ね、しましたね。確かに、はい、はい、また暑いので頑張ります。そうですね、熱中症に気をつけながら、はい、取材続けてください。はい、大泉健太アナウンサーでした、はい、ありがとうございました。以上、日本放送ショーアップナイタープロ野球キャンプレポートでした。一郎です。伝えていくとか、あと残しておくとかっていう作業が必要なんですよね。一郎さんが自らの野球人生を語る日本放送一郎ジ8ゲームス、明日夜8時から。中川家ザラジオショーをお送りしています、はい、さあ今日はラジオ CM を作ろうのコーナー、はい、お休みとさせていただきます。申し訳ございません、すみません。引き続きあの架空の商品の名前だったり企業の名前など書いてお送りいただければ、はい、うん、ngk@1242.com でお待ちしています。過払い金の確認は0120-10-10-10。中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード、お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやガソリンスタンド、ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずはあなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。日本放送強しエンレイジー from 中川家オーラディオショー、 ラディオショー。ここで風邪薬直任でおなじみの全薬グループの全薬販売からお知らせです。お口のお悩みは歯の黄ばみ、歯周病、口臭などいろいろありますよね。当てはまっている方いませんか？特に多いお悩みは歯の黄ばみ、見た目の印象を決める大事なポイントです。例えば白いシャツは清潔感があふれ自然な白さで美しいですよね。好印象になるために白いシャツのような歯の白さ目指したいですよね。ここで紹介したいのが薬用歯磨きオーラパールプラス。独自のブライトニング処方で輝く白い歯へと導きます。薬用成分により虫歯の発生及び進行の予防をし歯を白く丈夫にしてくれます。さらには歯周炎、歯肉炎の予防や口臭の防止など効果効能が11個もあって、しかも研磨剤、防腐剤、漂白剤、着色料は使っていません。2023年2月時点、全薬グループ調べでシリーズ売上が累計150万本を突破し大変好評をいただいています。私も使ってみました。ほんのり
り塩味なんですが、お口にいい感じがして気に入ってますよ。こちら店頭では販売していない限定商品です。今日は通常1本税込み3080円を初回限定のラジオ価格1本税込み1980円で提供します。送料は税込み600円です。また330円相当の歯ブラシ1本と歯の色の変化がわかるチェックシートをプレゼントします。電話番号は 0120-400-022、 ラジオを聞いたとお伝えください。お届け、返品、お支払い手数料についてもお電話で 0120-400-022、受付は朝9時から夜8時までです。この機会に輝く笑顔を手に入れませんか。ありがとうございました。南春夫メモリアルコンサート、3月13日水曜日 NHK ホール、豪華に歌い語る忠臣蔵と五木ひろし、三山ひろし、市川由紀の他によるスペシャルステージ。チケットのお問い合わせは 03-3355-3553IS まで。時刻は1時49分です。日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、お伝えします。韓国軍合同参謀本部は、北朝鮮が今日午前11時ごろ、朝鮮半島西側の黄海上に巡航ミサイル数発を発射したことを確認したと明らかにしました。今年、北朝鮮の巡航ミサイル発射が捕捉されたのは4回目です。1974年から翌75年に起きた連続企業爆破事件に関与したとして指名手配された過激派のメンバー、桐島聡容疑者を名乗った男と容疑者の親族の DNA 型鑑定で、親族関係に矛盾がないという結果が出たことが捜査関係者の話で分かりました。これにより男が桐島容疑者本人である可能性が高まりました。また警視庁公安部は今日、桐島容疑者を名乗り、先月29日に病死した男が住んでいた神奈川県藤沢市の自宅を爆発物取締り罰則違反の疑いで家宅捜索しました。今後、桐島容疑者本人だという特定につながる資料などがないかどうかを調べ、本人と確認されれば書類送検する方針です。斉藤国土交通大臣は今日の記者会見で、能登半島地震による宅地の液状化被害について、石川、富山、新潟の3つの県で1万件を超える見込みだと明らかにしました。国土交通省によりますと、石川県内灘町や新潟市などで被害が目立っていますが、全容の把握には至っておらず調査を進めているということです。その上で斉藤大臣は、液状化対策工事を実施する際、財政支援をすると強調しました。被災した方々が今後も安全に安心して住み続けられるよう、地方公共団体が実施する公共施設と宅地との一体的な液状化対策に対しまして、防災安全交付金による支援を実施するなど、財政面の支援にも取り組んで、まいります。おしまいに、知り合いの女子大学生やおばに毒性の高いタリウムを摂取させたとして、殺人や殺人未遂などの罪で起訴された男について、大阪府警はおばのマンションの部屋の不動産登記を自分名義に不正に書き換えたとして今日追送検し、一連の捜査を終えました。電磁的公正証書原本不実記録などの疑いで追送検されたのは、住所不詳の無職、宮本一希被告38歳で、捜査に一貫して黙秘しています。宮本被告はおととし10月、京都市に住んでいた知り合いの当時21歳の女子大学生にタリウムを摂取させ殺害したとして、去年3月に逮捕・起訴されました。また、叔母への殺人未遂の罪や、新型コロナウイルス対策助成金の詐欺の罪でも追起訴されています。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。朝、疲れが抜けていない人。夜、疲れが溜まって辛い人。体全体の疲れに、ビタミンと5つの生薬がよく効きます。朝でも夜でも、
疲れに1回1錠で効く、キューピーコアゴールドアルファプレミアム第3類医薬品です。さあ、それではテーマメール紹介したいと思います。テーマ、師匠の話、はい、この方江戸川区のつづりさん。私の子育ての師匠は剛さんです。え、我が家には小学校2年と年中さんの娘がおりますが、習い事はいつか全部やめる、夏休みやプールで水をぶっかけてフライドチキンを炊いておけば OK など、うん、どの育児書にも載っていない本物のアドバイス、いつもありがたく聞かせていただいております。はい、振り返れば15歳を合言葉にこれからも子育て頑張ります。頑張ってくださいね、師匠と、ね、頑張るっていう言葉もあまり好きじゃないんですけどね。あ、嫌いやね、昔からそういうのね。ね、普通でいいんですよね。うん、まあ、頑張ってんのは当然やから、ね、一時それを言わんねと、ね、何を頑張るんかな、普通にしてれば勝手に育つんですけどね。なるほどね。大変ですね、年中。年中、小学校2年と年中さん娘。賑やか。賑やかですね。賑やかですよね。女の子かな、2人とも女の子でしょうね。ですって。大丈夫です、うん、もう12歳過ぎたらもう何も言わなくなる。もうこっちのもんやと、まあ、難しいからね。たまにマッサージしたるわ言ってわざと体に触れますけどね。あ、ほど、ほど急に「おい!」って言ったら「うわい!」って言われるから、ね、大きいマッサージで触れようとしてます。なるほどね、うん、もう大きいからね。そうですね、この方は足利市のクニアンさん82歳なんです。ん、私にとって写真の師匠は息子です。息子は写真を撮るのがとても上手なので撮り方を教えてもらっているんですが、私はなかなか上達しないので写真はセンスだなと痛感しております。あら、息子に習うっていう、はい、こういう素敵な82歳のお父さん見てるんですよ。うちも同い年ですけどね、親父。はい、何も教わろうとしないですけどね。そうですか。僕たちには一つぐらいあるんじゃないですか。ないですよ。僕たちの言うことすぐ疑いますから。だよね、確かにね。普通に保険証の方って言っただけで、あかんって言うからね。まだ何も何にも言うてんね、ちょっと何がそんな怖いんかね。リスクを背負いたくないですね、ほんまにね。この方、神奈川県横浜市のワリスさん。私の師匠は洋服屋さんの店員さんです。洋服何を買っていいかわからないので店員さんが着ている服と同じものをそのまま買い上げます。あ、職場やママ友から評判がいいですが、私のセンスではなく店員さんのセンスなんですけどね。あ、そう、あ、店員さんの真似したらええんか。どういうこと、店員さんの真似。いや、いつもどうしたらいいんかわからんからさ、うんうん、店員さんの真似して買えばいいね。あ、服ね、まあ、洋服ね、うんうん、どう、東村さんどうですか、服買い、うん、そうですね、私は白ばっかりなんですけど、はいはい、そうですよね。なんか違う色をおすすめしていただいて、着てみると意外と良かったりするんでね。赤とかどうですか、東村さん。ねえ、赤い革ジャン、革ジャンとか。革ジャン、はい、間に何か徐々に革ジャンに行きませんか。ちょっとこの辺あのちょっと刈り上げて、刈り上げて2ブロック、2ブロックみたいにして着てほしいな。僕らは大喜びしますけどね。本当ですか。僕らも喜びますよ。そらすぐ飽きませんか、ね、大丈夫です、大丈夫です。スカート姿しかあんまり見たことないんでね。確かに、はい、ね、休みの日はデニムばっかり履いてます。え、ほんまですか。はい、全くイメージない、誰にも気づかれない、ね、はい、革ジャンで後ろなんかドクロの絵描いてるとか、ね、いいですね、バイクで来てほしいな。そうですね、日本様で、はい、そうですね。なんかあったんだなと思ってください、その時絶対なんかあったりね、それはね、はい、この方、はい、あと一ついきましょうか。マーチンさん、足立区の方。私の友人はそば打ちの師匠です。学生時代にそば打ちに誘われて教えてもらったのがきっかけ。その友人は小さい頃からそば打ちをやっていたらしく、そば屋さん並みのそばを作ります。こね方、切り方、茹で方、初めてそば打ちをしてから10年ぐらい経ちますが、未だに彼のようにはうまくできません。いつまで経っても僕の師匠です。そば打ちか、趣味でやってるんですよね、ほんとね、これ。剛さん興味ないの、そば打ちとかさ。興味ないな。大体でもここ手つける人多いじゃないですか、うん、自分で作って自分で食べるっていうのが、うん、バイキングでも俺ギリギリやからね。自分で持ってきて自分で食べるのがなかなか。
時あれ嫌やろ。まあまあ確かに撮ってる間にも半分食うたような気になるお腹いっぱいになるんですよ撮ってる時に。あんな夢のような楽しいのに。いや夢のようなですけど、ね、いやバイキング の, あのちっちゃいどこにも市販されてんあの納豆好きですけどねちょうどいい人、はい、あれほんまに一口や ね, あ, ねあれは好きですけど。もうだから一周回ってるだけで僕一回席変えて休憩しますもんね一回休憩するあ、ね、なるほど。まあ今日は師匠の話教えてください、はい。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999-157-999。出張買い取りは、カメラの北村。ベリーベスト法律事務所より、アスベスト石綿汚水、中皮腫、肺がん、赤面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ、ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また対象者が亡くなっている場合は遺族の方が対象です。まずはあなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は 0120-70-7000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。こんにちは、宇藤由美子です。今日のウドラジはスナック由美子、ゲストに松本秀夫さんをお迎えします。思いがけない実況の失敗など伺います。宇藤由美子が2時をお知らせします。